と結構笑えましたね。笑った。めちゃくちゃ笑った。たまんねえな。いや、そうなんだよ。だから、天才なんだよね。天才だよね。天才だよ。はい、おまけの夜でーす。おまけの夜でーす。どうもー。僕は映像作家でおまけの夜のひとかきりまです。映画チンピラジャガモンドの斉藤です。はい、このチャンネルは深夜のファミレストークのひらめきがテーマのカルチャートークのチャンネルでございます。一本でも映画が好きなら好きと言っていい場所でございますので、今日はガイリッチ特集っていうか、うん、ガイリッチのね、うん、新作映画を、取り扱いますけども、うん、ちょっとロッテントマト、はいはい、批評を少しだけ見て、うん、ところによると批評家がね、うん、まあガイリッチの、うん、新規ファンの獲得は難しいけど、うん、ガイリッチ好きには十分楽しめる映画なんじゃないかということで、おおむね好評という、なんとも言えない評価、なんとも言えないね、うん、なんですよ。まずそのガイリッチ好きとは、そう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 。でだからね、うん、皆さん一度ちょっと心に聞いてみてください。ガイリッチ好きかどうかちょっと話してください、はい、ということで今日はガイリッチ監督のジェントルメンズ、はい、レビュー会やりましょう。そういう映画もどうでしたか？はい、楽しかったですね、非常に、はい、やっぱおまけの夜では、はい、まあ、ガイリッチ作品というとアラジンをね、うん、1回扱って、うん、はい、まあ、その時明らかになりましたけど、うん、俺たちガイリッチ好きなんだ、めちゃくちゃ好きだという、僕はそのガイリッチ好き云々のところで言うと、うん、実はそのオチケン時代に、うん、初めて見たんですよ、ガイリッチ。はい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 。なんかね、これちょっと定かじゃないんですけど、うん、何個か上の先輩でいらっしゃったじゃないですか、はいはい、同じオチ系の、はい、で、ガイリッチの有名なスナッチが、めちゃくちゃ面白いみたいな話が、どっから来たのか分かんないんですけど、めちゃくちゃ回ってきて、うん、で、僕らのなんか1年生のライブがあるのよ。ああ、はい、このなんか顔、うん、初顔ライブっていう、うんうん、そのライブのオープニングがスナッチの、うん、ダイヤモンドが、はい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 、移動していく、うん、あれのって、そうそうそう、うん、パロディーになったんですね、うんうん、だからその時にスナッチ見て面白いみたいになったんですけど、うん、あなたですか？確認ですけど、そこで初めて僕ガイリッチ好きになったんで、はあはあ、ある意味そういうことなんだ。ちょっと元々はそこが初体験、うん、あ、じゃあ長年の時を経て今ここで初めて打ち上げましたっていうきっかけで僕は、うん、知って、うん、で、まあ、ずっとまあ追っかけてもいるし、うんうん、まあ、特にシャーロック・ホームズが結構好きだったんです、はい、シャドウゲームね、シャドウゲーム2、うん、特にいいというか、うん、やっぱりおもろいなって思うところが、うん、まあ、やっぱすごく映像作家的な人だなって思っていて、うんうん、っていうのもその脳内を、そう、主人公の脳内、うん、人物の脳内をもう画面で語りありで見せていくっていう、うんうん、でその語り終わった後に実際どうだったかを見せるってい う振ってそこを見せるみたいな、はい、でなんならそれも分かんないみたいなのが作風だよね。そ そうそうなんです、うん、その脳内のまま行くのか、うん、裏切りもあるしとかもあるし、うんうん、あと無駄なハイスピードとかね、はい、まだやってんのか、うん、ハイスピードみたいな、うん、ちょっとこう、はい、なんかみんなやらないじゃない、うん、もうなんかダサいじゃないけど、うんうん、っていうのもあるから、うん、そういうのも込みですごく好き、うん、ただその万人におすすめできるかってなるとちょっと違うかなともちょっと思うのね、うんうんうん、やっぱ結構頭使うものも多いし、うん、よそ見してるとやっぱ置いてかれちゃうものも結構多かったり、うんうんうん、緻密な脚本だったりみたいなことがあるから、うんうん、っていうこともあるんですけど、僕はやっぱなんかな、その気持ちよさみたいなものはやっぱガイリッチすごいいいなと思ってて、うん、でまあアラジンがあったじゃないですか、うん、でディズニー大作でなんかまあガイリッチ色もあったけど、うん、割とまあ王道のそのまあ元々のアニメもあるし、話が骨組みとしてあって、それをまあ映像化していくっていうやつで、でそれを経てのジェントルメン、はい、っていうことでどう来るのかなって、うんうん、だってだいぶ売れ線ですから今、はいはい、したらなんか売れっ子よね、超売れっ子じゃない、うん、しかも今回はあんまりなんかこう結構ガイリッチ自身のもの、うん、なんかこう自分のプロデュース編集も、うん、脚本もとか、うん、なんならこうちょっと右斜めを行く新しいものあんのかなと思ったら、なんか昔見てたあの感じの、うん、まんまじゃん。あ、でもまんま、うん、まんまでもないんだけど、まんまでもないよね。なんかそのお金を使って自分の好きなことを改めてこう やってる感、うんうん、余裕がすごいね。余裕すごい、うん、だなんかね、豪華だなって思ったんですよ、なんか見てて。あ、なんかこう豪勢なものを見ている、うん、
まさにこうジェントルメン的なところをまずすごい感じて、うん、なんかあやってくれるんだこういうの、うん、また見れるんだ、うん、みたいなのがすごいまずあって、うん、それがまずもう気持ちよかったし、はいはいはい、面白いなっていう感じだったんですよ、うん、ただ何やってんだろうそうなんだよねいやもうねそう、うん、俺も多分20分ぐらいその話できると思う、うん、ずっと分かんないんだよねそのそう何の話なんだろう、うん、何がしたいんだろう、うん、何やってんだろうっていう、うん、気持ちがずっとなんか脳内駆け巡る、うん、特にコリン・ファレルっていう役者さんがやられてる、うん、コーチっていうね、うん、あのジムのコーチが出てきたところから、うん、ちょっとなんかこうまあその話の軸に、うん外部のものがこう入ってくるところから、うんまあ、アクションも増えるし、うん、ヒヤヒヤ感も増すから、うん、あなんか面白くなってきたなって思って、うん、ちょっと前のめりで見るんだけど、うん最後までなんかよくわかんない。そうなんだよね。結局、面白かったけど、うん、なんだろうこの感じはっていう、妙な気持ちになる映画で、うん、まあ、これも込みでやっぱ俺は好きだなっていうところなんだけど、うんうんうん、これは批判っていうことではないことです。はい。で、改めて見てなんかすごい、やっぱいいなってこう思ったのが、うん、ヒュー・グラントさん演じるね、方、うん、まあ、私立探偵が、うん、要はマフィアのなんか騒動、を巡る、まあ、ゆすりに来ると、うん、お前に売りたい情報があるんだ、うん、いくらで売ってやろうかどんな話なんだいって言ったら語り始めて、うん、なんなら脚本を用意してこれが俺の脚本だと、うん、でこの買ってくれればこれが映像化される映画化されるぜ、うん、みたいなことを言いながら語りベースでこう語られていくっていう、うんうん、でまさにあのヒュー・グラントの探偵のもう、まあ、主観というかまさに脳内再生全編フルコースじゃないですか、うんうんうん、でなんならもうあのキングっていうかさ、うん、ボスいたじゃん、うん、マシューマコの日演じる主人公さえ、うん、なんか後半になってくると存在するのかって思う。要はヒュー・グラントが語る相手はその部下だし、うん、でだんだんほらあのコーチとかも入ってきて、うん語るってる彼の脳内再生の部分と、うん語ってる場面のまあ簡単に言うと2個進んでいくじゃないですか、うん、で語ってる部分にはボス、うんミッキーか、うん、ミッキー出てくるけど、うん、語ってるその場所、うんあのバーベキューとかやってる、うんうん、要はまあ現実世界っていうか俺らが見てる意味でのリアルタイムなところでは出てこないから、うん、要はユージュアルサスペクツじゃん、はいはいそうだね、ユージュアルサスペクツみたいな感覚もあるから、うん、ずっと物語って偶話みたいな感覚で話聞かされてるプラス、うん、冒頭で、うんはいねうん、バーンのねバーンのシーンがあって、うんうんうん、途中であこの人死んでるんだそうだよねって思いながら見るじゃん思うだからそれも2つのその感覚が相まって、うんうんうん、この人 いるのいないのみたいななるよねなるだから信頼できない語り手というか、うん、そうそのジョーカー的な意味での語、うん、その信頼できないというよりもう実際語ってるし、うん、でなんならしかも途中でさあの分かりやすいアクションとかが出てきた時に、うん、ちょっとごめんこれは脚色しすぎた、うん、みたいなこんな地味なもっと地味なんだよ、うん、みたいなこと言うもんだから、うんお得意の巻き戻しがね。そうそうそう。来た来たーって。それが見たいみたいなところで来るし、なんかその不安定さというか、ジョーカー的な、これ幻覚なのとか、これ現実なの的なことじゃなくて、あの、語り、その、メタ感というか、その、映画の語り方が独特だから、そう。その構造で僕たちはグラグラしてくるっていうか、ガイリッチにやられてる感じが、たまんねえな。いや、そうなんだよ。だから、天才なんだよね。天才だよね。天才だよ。やっぱ、それをできるだけ、うん、できるっていう、もう、センスのパワープレイをしてて。いや、わかんなくても見ちゃうわけだもんね、2時間こっちは。うん。うん、さっき言った、物語がどうこうってことじゃなくて、うん、っていうガイリッチの作劇法が面白いんであって。語り方がたまんないのよ。映画的にもダメじゃない、うんうん、あの語り方って。そうだね。うん、ずるいというかね。ずるいし、なんかもう。普通なら何これって言われちゃうようなやり方なのよね。うんうん、もう全部批判できるようなことなんだけども、うんうん、決まってるから。もうバッキバキに。そう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 。行き切って。そうそうそう。最、なんかね、気持ちいいし、でそれができちゃうからこそ成立しているだけの話で、うんはい、あれ自体が絶対にいいものじゃないのないよね、うん、分かる分かるだって話もすごくベタなやつじゃない、うんうん、麻薬王が引退するっつってその後釜狙ってくるみたいなさ、うん、何にも新しさない何にもないよ何にも得られないあのテーマもメッセージもないしでも何が面白いかってもう語り口がガイリッチすぎてそう
なんかアラジンも良かったけど、うん、アラジンを終えてまだこれやってくれるんだっていうのがまあたまらんなっていう。そうなんだよ。だからこれができるのがガイリッチしかやっぱいないから俺は待っちゃうんだと思う。そうだね、うん、あと結構笑えましたね。笑った、めちゃくちゃ笑った。あの思った以上に声出して笑っちゃった、うん、久々にこんな笑ったなってぐらい、ね、あの映画館で笑いましたね。止まんなかったよね、うん、一番笑ったのはあのカキヒってなったけど電車に引かれるところあるじゃない、うんうん、でその前にも若者が上から落ちて死んでて、うん、落ちる天丼した後マシューマンパラシュート買え、うん、すごいなんか、かあの天丼ボケに対してツッコミじゃない、そう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 、すごいね、なんか、うん、ジャパニーズコメディのリズム感だし、うんね、うん、すげえいいなっていう、うん、まあどうなんだろう、みんながどう思うかちょっと分かんないけど、うん、ちょっとねたまんなかった、ね、山田家のロッテントマトだよね。そうそうそう、これで新規のファンがつくとは思わないんだけど、思わない、でもガイリッチ好きは絶対楽しめるんだよね、楽しめるのよ、うん、だこれ見てガイリッチ好きになってとはちょっと言えない、言えない、ないね。2人がそんな楽しんだんだったら、うん、信用して見てみようかな、もう信用しない方がいいと思う、そうそうそう、ね、なんかここだけの話を今してるまあ、プラスして言っていくと、はい、広告がね、うん、すごくこうキングスマンに近いじゃないですか。いやそう、もうその問題だけはね言える、うん、もの背景真っ白で、うん、で字体もそうだし、まあ、タイトルがねジェントルメンっていうのもあるから寄せたっていうのもあるし、うん、キングスマン撮ったマシュー・ボーンっていう監督と、うん、ガイリッチはめちゃくちゃ仲いいんですよね、もともと、もうあれじゃん、もう盟友じゃん、そうそう盟友で、うん、マシュー・ボーンがガイリッチ作品のプロデューサーとかを結構もうやってて、そうそう、クレジットされてるし、うんうん、キングスマンとコードネームアンクルが同時なんですけど、うん、編集室がなんか隣だったみたいな。へー、でなんかお互いスパイ映画撮ってるねみたいな、うん、キャッキャしたみたいな、うん、で未だに仲いいみたいな感じなんですよ、うん、で、まあ、同じイギリスの話だし、うん、その着てる服のあのスーツの感じとかも、うん、ちょっとキングスマンっぽいところも確かにあるし、うん、でただそのすごく対照的で、うん、いいなってすごい思ったのがキングスマンもさ、うん、一応ジェントルマンの話っぽくする紳士の話じゃない、うん、あの主人公が要はあのバーで若者をこう傘使ってボコボコにする場面、うん、あれもこういやちょっと文句言われたらこの店のドアを全部ロックして、うん、マナーメイクスマンっつって傘で全員ボコボコにするみたいな場面とかあったりするんですけど、うん、ジェントルメンって若者と大人の話でもあるじゃないですか、うんうんうん、でキングスマン的なちょっと展開になるのかな的なところも結構あるというか、うん、チンピラ若者、うん、もう大人のこと何にも分かってない責任感のない若造がこう絡んでくる、うん、大人に対して、うん、でそれに対して俺すげえいいなと思ったのが、うん、みんな解き伏せるじゃない、うんうん、まず、うん、座ろうみたいなととか、お前らはチンピラだ、そう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 、でいざこう手出してきたらちゃんとやり返して、うん、大人は頭で戦うみたいなっていうとことか、手出しておいてね、そう、うん、なんかねそのね大人ってこうなんだろうなっていうか、うんうん、だからキングスマンももちろん面白いんだけど、うん、マシュー・ボーンの中での、うん、その紳士大人の、うん、まあ気迫というか、うん、あり方みたいなのを見ると、うん、キングスマンが逆に大人げなく見えるというか、ガイリッチルの大人の子供の鳴らし方みたいな、うん、これぞ大人ジェントルメンみたいな感じはすごいいいなと思いましたね、うん、あーいやよかったね、はい、よかった、どうでしたカッキーは。いやもうだからね、はいはい、もうずっともう見終わった後もう、うん、何をしてんだこの監督はっていう気持ちよさ、いい年こいてね、うん、そう余裕とかもなんか、ね、あこの映画で評価されなくていいんだ、いや分かるっていうのがもうすごい伝わるじゃん、要は肩の力抜けてるというか、そう爪痕残そうか全くないのくせに原点回帰って何っていう勝手にしてんじゃねえよ、だよね、だからこのちょっとこのこと語るだけでも一本いけるなと思ってんだけど、はいはいはい、なんかそのダメなことしまくるんだよねその映画的に、うんうん、で巻き戻しちゃうとか、はい、もうそれがありならっていうことをいくらでも映像表現としてぶち込んでくるじゃない、うん、今回も特にこの画角がこう変わるというかとか、そういきなり ね映画スタートだ、うん、カットつったらいきなりなんかあのリールのガラ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 なんかそれがもうメタなのか何なのかも分かんない、でも気持ちいいっていう気持ちいい、うん、でやっぱセンスじゃん、うん、そのまとめ方っていうか、うんうん、結局その語り手の妄想なのかっていうかガイリッチの妄想なのか、これは真実なのかどうなのか、うんうんっていう話でもないんだ。
でも分かんねえんだっていう、うん、ね、うん、なんか全部はぐらかされるじゃん、うん、で、うん、外日の映画ってストーリー全部がほん、うん、いつもそうじゃない。そうだね。庵野監督的っていうか、なるほど、編集がうまくて、うん、まとめ方がうまいから、うん、それが言ったら庵野監督もさ、その説明補足テロップが入ってきちゃうみたいな、うん、これ誰の文字、うん、編集者だよね、うん、じゃあ監督だよね、うん、っていうところまで平気でやっちゃう、はいはいはい、でこれってやっぱハリウッドで言ったらそんな作劇を普通しないから。そうだね。絶対にこの物語がリアルであって真実であったっていうのを その臨場感をどれだけ見てる側に伝えるかなのに、うん、それをもう全部ぶち壊すようなことやる、うん、だからこれねマジでそのみんな真似したくなって失敗するやつなの、うん、はいはいはい、あるよ。でそれのもう失敗模造品みたいな、はい、もうクソ模造刀みたいなのがもういっぱい溢れてるじゃない、ね、似たようなものがね、うん、これのちゃんとしたやつができるのはもう外立地しかいないの、本家しかいないの、本家しかいないのあるよ。でそれは、うん、マシューボーも違うのよ。そうだね。でここでやっぱ俺も比較したくなるのよ、うん、この2つの違いってやっぱそのオフビートの違いっていうか、うん、キングスマンっぽいこのポスターも嫌だって言ってるのは、うんはい、もうコメディーなんだよ。だから結局この映画もうほぼ、うんうんうん、そうだね、うん、でめちゃくちゃ面白いし、うん、笑えるし、うん、意味もないし、うん、派手なアクションもないし、うん、ダラダラしてて、うん、映画全体が、ね、何見てるか分かんないんだけど、うん、なんか面白いなみたいな感じが、うん、もうほんと全部がもうコメディーっていうか、うん、で面白さだけがこう上がっていくじゃん、うん、なぜか面白いそう、なぜか面白いっていうのだけが積み重ねていって、うん、どんどん見放せなくなるんだよねそうそうそう、空っぽなのにそう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 と思いながらもずっと裏切られていく感じ ね、 で、 ねあでもそういう展開なんだってずっと裏切られてて、うんうん、でもそのマシューボーンはやっぱそのドライなのね、うん、そのオフビートさがドライなんだけど、うん、こっちの方がなんかもっとウェットっていうか、うん、なるほどね、ポップでもうちょい明るいんだよね。なるほど。世間的にはマシューボーンの方が明るくてポップって思われてると思うけど、うんうん、そうじゃない。俺はマシューボーン、俺の中でマシューボーンは割とドライな笑いなの。うん、なるほどなるほど。笑いがドライ。まあ、あの残酷描写もすごいしね。そう、うん、その残酷さとかが、うん、ドキッとしちゃうような、そう、ドキッとして、その残酷さで無味無、うん、感想な残酷さがこうなんかかっこいいくも見えるっていうか、はいはいはい、でもガイリッチンはなんか、うん、かっこよくはないんだよ。なんかそうだね。コミカルなのよ。なんか面白いんだよね。うん、それがイケてんのよ。あの、情けないっていうか。そう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 。あそこめっちゃ面白かった。あの、大麻のさ、うん、ところ入って、若造たちが入っていって、ね、一人出てきてさ、うん、お前ら何しちゃってんだ、うん、お前ここどこか知って、うん、分かってんのかつって荷物をさ、うん、もう何にも慌てずにどんどん運んでって、はいはいはい、いや、お前ここ、うん、なんか、やっちまうぞみたいな感じで言われてたら、うん、おい、なんとかつって、一、うん、人ずつ出てきて。名前がね。そう。うん、なんとかっつって、うん、でめっちゃ出てくるのね。出てくる。でもあそこ普通に笑っちゃうじゃん。笑っちゃう。面白い。めっちゃ間がいいんだよね。まだいいんだ。そうそうそう。で次のシーンでそのいっぱい出てきたやつらがボコボコにされてて、そうそうそう、なんか実はめちゃくちゃ強い格闘集団だったみたいな。そうそうそう、うん、いやさすがっすね。そうそうそう。あれは相当鍛えられてると思いますみたいな。もういいみたいな。であの笑いがやっぱマシューボーンにはないね。ないないないね、うん。でもそれも同じ暴力の笑いじゃん。そうだね。でまたブラックジョークっていうか、まあ、電車に落ちちゃうとこまさにそう、ね、ブラックジョークなんだけど、でも面白いのはやっぱそこのパラシュートの下りが面白いとか、そうだね、その情けなさが面白くない。そうだね、ダサいんだよね。そう、ダサいの。そう、すごいダサいんだよね。でそのダサいがイケてるのがやっぱりガイリッチ風味、うんうん、まああとだからその売れ線のガイリッチ監督が今、うんうん、次何やるんだっていうので、はい、まあ、毎回期待してるわけですよ。そうだね。で何を期待してるかっていうと、やっぱりそのスナッチとか、うん、その最初の作品みたいなことを、うん、もう一回やってくれないかなと、はい、中での原点回帰って言われてきたものが、うんね、うん、もうリボルバーとはもう両極のような、うん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 、その演出はでも控えめで、はいはいはい、本当にただの語り、うん、そうだね、ずっと語りが続いてて、うん、マジかよ俺これ今回その原点回帰って聞いてたのに、うん、ひたすら語り続ける映画かよって思ってたら、そのチンピラツラ YouTube でなんかめちゃくちゃ編集してるんだけど、それが超ガイリッチーなんだよね。そうだね。ガイリッチー作品の中にガイリッチー作品が入って、そう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 、これこれこれっていうのが、ね、そう作品内でやってて、うんうん、で済ませちゃうんだよね。済ませちゃう、これでしょ、うん、ピンみたいな感じで一応やっときますよっていうね、うピンみたいな感じで俺らちゃんとハマるっていうさ、ハマっちゃうからね。エンドローでもう一回出てくるそうそうそう、こうやってさそうそうそう、めっちゃかっこいいんだよね。めっちゃかっこいい。これその終わった後話したけど、うん、
クライマックスはどこだったんだって。ああ、言ってたね。クライマックスが分かんないっていう。見せ場どこだよ。初めてですわ、こんな映画。山場ね、うん。本当の犯人は、つって、うん、ロシアの貴族だみたいな感じで。で、もう頼んで、ここ掃除しに来るようになってるっつって。うん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 、そして、来るんだーって思ったら、合戦になるんだ。そう、なるんだと。うん、あ、なるほど、そういうクライマックスかと思ったら、さっきのコーチみたいなチンピオにブシュンブシュンってやられて、最高コーチ大好きよあれ終わりってなって、終わりでだけど、ね、車に乗んないでくださいって言ったら、そのボスがね、はいはい、車に乗せられちゃって、うん、うわ、うん、どうなっちゃうのボスと思ったら、そうチンピオがスーってきてダダ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 ダつって殺して、うん、終わりどこをクライマックスだよね。そうなんだよ、これやばいよ、引き際がすごいよ、うん、裏切り裏切り裏切り盛り上がらないっていう終わり。そうそう、クライマックスさえ裏切ってるじゃないですか。しかも全部コーチのおかげじゃん、うん、コーチがこれもやってくれたし、そうそうそう、コーチの後輩がやったわけだし、何の話そうマジでわかんないよキングスマン好きな人が集まっちゃうかもしれないけど、うん、そういう映画ではないっていうね。久々にこの癖の強いですね。だから変なこと言うやけど、うん、もう一回見たいもんね見たい見たい見たいよね、見たいね、うん、普通に見たい、うん、あと映画館で見てよかったなってなんか思ったんだよな、うんうん、なんか絵の力がすごく映画的だったな。う、ね、うん、やっぱ豪華だったよね、うん、そう、構図にめちゃくちゃ凝ってるから、ね、対立、あの日が変わってくとこも映画館ならではじゃない、うんうんうん、映画館の画面真っ黒だったらそれをこう立ってこうなったりこうなったりするから、 その気持ちよさもあるし、うん、ということで、はい、ああ中身のない感想会でございました。いや、どうでしたかね皆さんはね。ただもうすっごい面白かったですよ、うんうん、いやすごい面白かった。好きな作品ですね。そうですね、ダークワールドみたいな感じですねMCU でというところのそうだね、そのみんなは選ばないかもしれないけど、はい、みたいなね。そうそうそう、俺はすごく面白いと思った、はい、ということで、しょうもない話でございました、はい、また、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあね、バイバーイ。